ごきげんよう、タコポンドです。そのね、前回、このゴリラを捕まえて、あの滝、見つけました。多分あの奥に洞窟があると思うんだよね。早速行ってみよう。このゴリラで行くより、人間で行った方がいいかな。まあ、ダッシュすれば、このね、水の上でも走れると思うからね。さあ行くぞ。こっからちょっと助走をつけて、こっからダッシュで、さあ、おっと、まあこれでいいか。よーし、さあ行くぞ。でもなんかありそうだね、これ。洞窟あるんじゃない、やっぱり。結構これはどうだ、奥深くまです続いてそうだね。走って行ってみよう。おっと、どうした、あれどうした、待って、え、突然なんか倒れたんだけど、鳥が。いや、なんでだろう。まあいいや、とりあえず行こう。さあ行くぞ。ここからダッシュで行けば、おお、早い早い。お、何かある。やっぱり洞窟があったか。見た感じ生き物いなさそうだけど。いや、なんか神秘的だな。頂上までなんか行けそうなんでね、行ってみるか。だいぶ暗いけど。暗かったんで、一旦設定し直してね。まあ、影の設定をなくしました。これでまあだいぶ明るくなったね。さあ、これでまあ行こう。何かいるかな、まあ、だいぶここら辺はもう頂上近いけど、何もいないんだよね、今のところ。飛んで、こう見ていけば、どうだ、おっと、なんかいるぞ、待て。ここ結構いた。しかもなんだ、全部黄色いぞ、色が。これなんだろう、なんかここでしか出現しない生き物っぽいね。大丈夫か、近づいても。なんだこいつ、顔が。待って、なんか燃えたぞ、やばい。大丈夫か、体力的には大丈夫だね。いや、ただなんか顔がタコみたいなやつがいたぞ。なんだこいつは。謎の生物。あれとか捕まえていきたいな。そしてサソリも、色がまあ緑だね。ここら辺の生物なんか、色が緑だぞ。毒にでもやられたか。いや、なんか、なんだ、やばい、なく来た。待って、動けない。何もできなくなったんだけど。混乱してるな。あ、起きるのやった。いや、なんだこれは。こいつなんか土に潜ってるモグラみたいなやつか。いや、結構強いな。ちょっと一旦気絶させてみるか。よっしゃ、危ない。一発でな、まあなんとかいけた。こいつになんか噛まれると混乱させられるんだね。すごい色合いだな。寝てる姿はね、結構可愛いけど。まあ、捕まえていくか。こいつ結構強かったからね。ここら辺の生き物、基本的になんか毒持ってるのかな。まあ、さっき噛まれた時、なんか混乱してたけど。とりあえずこれでね。さあ、出していこう。さあ、来い。おー、来た、モグラ。今日もいいペットができた。これって乗れるかな。あれ、ボールに戻っちゃうのか。あ、乗れる表示がないね。埋まることはできたけど。あれ？埋まっちゃったけど、これどうやって戻すんだ？おい、出てこい！笛で吹いてみよう。あれ？離れれば出てくるよね。あれ？来ないよ。完全に潜っちゃったんだけど。ピッケルで掘ってみよう。これしかないね。どうだ？いや、ダメだ。何も当たらない。一回このサソリを連れてきて、目の前で、戦うように指示したら出てくるんじゃないかな。さあ、来たよ。これで一回ダメージ食らってみよう。そこで、あれ出てこないよ。どういうことだ？一回笛で指示してみよう。あれ？全く出てこない。どうしたんだよ。おい。ずっと潜ったままなんだけど。どうしたらいいんだ？しかもこいつ邪魔。ちょっとこいつ、やばいやばい。倒しとくか。よし、やったぜ。おっと？突然。洞窟の中なのに雪が降り始めたけど、とりあえずね、モグラは多分いつかね、ボールに戻ってくると思うから、それを信じてね、他のなんか生き物も捕まえていこう。さっきのなんか飛んでるやばいやついたけど、あれ捕まえたいな。で、なんか倒されてるけど、いや、なんだあれ。なんか透明の、やばい、来たよ。倒しとくか。さあ、どうだ？結構こいつ硬いんだよね。さあ、これで。よし、ぶっ飛んでったね。さっきの透明の、多分こいつもモッドの生き物だと思うんだよね。捕まえていきたいけど、サソリが来そうだな。とりあえずこいつ行くか、まずは。近づいて、これで、どうだ？気絶してない？ちょっとこれ当てにくいな。よーし、どうだ？あれ？気絶しないぞ。やばいな。やばい、こいつも毒があるんだ、そういえば。いたいた。直接行くかも。よし、来たぞ。こう気持ちの悪い顔してたけど、よし、ちょっとやばいやばい。ちょっとめんどくさいな、このサソリは。硬いし。一回離れとくか。さっきのやつはどこ行った？でもそこにいるね。あのロックドライクみたいなやつだけど、ここら辺でね、さっき捕まえたちょっと顔がやばい生物だけど。おお、どうしてそんな形になったの？顔もうタコだな、顔が。こっからちょっと見てみるか。さあ、こっから、いや、近い近い。まあでも口の中こんな感じになってたんだね。いや、これに噛みつかれたくないな。一応なんか乗れるみたいだけど、これ小さいけど乗れるんだね。あれ？乗ったけど人間消えたな。人間どっか行っちゃったね。いやー、でもこれいいぞ。こいつに乗って操作ができるんだね。おー、まあ弱そうだけど、ちょっとやっぱ小さいからね、そんな強くはないと思うけど。さあ、これで、さっきのロックドレイクみたいな、あの透明になる生き物、どこ行った？お、いたいた。あれか。やっと見つけたぞ。これはもうジャンピングマスターボールで。さあ、おっと。噛まれてる。入ったかボールに。ボールはどこ行った？落ちたかな、下に。あれ？おー、来た。この緑のオオトカゲみたいなこの動物捕まえたぞ。おー、こいつもすごい色合いしてるな。見た目とんでもない毒を持ってそうだな。もうこれ強そうでもあるし、この噛みつくに、なんだこれ、上向いたな。それからこれが透明だね。透明になる能力。ただこれ解除したらすごい目立つな。で、あと壁とかもこうペタペタ歩けると思うんだけど、あれ？なかなかうまくいけないな。やばいぞ。落ちる。おっと、ちょっと操作が慣れない。ここはもう外だね。ここ抜けると、おお。そう、これで、お、くっついたぞ、壁に。でもこれ山登りの天才だな。もうどんどん進めちゃうよ、これ。そして、山の頂上に着いたかな、これは。さあ、じゃあ、ここ一気に降りてみよう。さあ、こっから、おー。これで、こんな感じで、スカイダイビングするかのように、こう、飛べるんだね。まあ、どんどん落ちていっちゃうけど。さあ、やってきたぞ。あ、なんだこれ。気絶の効果あるのか。こいつは気絶させる能力なんだね。一発だよ、これ。完全に気絶したね。ダメージもそんな食らってない。ってことは、なんかいるね、ピンクの。こいつ元の系のやばそうな生物。こいつ気絶させれるかな、一発で。そしたらもう元の生物簡単に倒せるってことだけど。お、一発で気絶したぞ。そしてこいつはなんだ、このピンクの。なんだ、待って、なんだあれ。やばいぞ、ここ。ボスがいる、ボスゴリラが。おっと、仲間、呼んでるよ。あとでこっち来そうだ。ちょっと、一旦離れとくか。やばい、はまってる。落ち着いて、やっていこう。飛べないな。よし、大丈夫か？だかな？いや、もうそこら辺にボスとかいるからね、この世界。危険すぎるよ。ここら辺なんか溜まってるし。すごい音が聞こえるけど。どこだ？いた。こいつなんだ？戦ってるよ。あれも捕まえときたいところだけど。とりあえず今回はここで終わろうと思います。ぜひグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。